今日はですね、うん、すごいスピネーションなんですよ。スピネーションちょっと見せてもらおうじゃないの。あーやべ。ほとんどのゴルファーは力みたくなくても力んじゃうわけでしょ。なぜ力むかっていう、今日はその力みを取る話から、目いっぱい伸ばすときはめちゃくちゃ力入る、目いっぱい曲げるときもめちゃくちゃ力入る、中途半端のときには力が入らなくなる。じゃあこの力が入らない、入れられない状態で果たして本当にアドレス取ってるのかっていうのがまず第一。じゃあ右、はい、じゃあ右で離して、で少し肘取り持ちますね。取り持って肩下がったでしょ、これがすごく大事なの。手を突っ張ると肩が上がるの、上がると独立して動いちゃうの、手って、はい、肘曲げて、はい、肘を少し曲げて肩下がるよね。でこの状態でバックスイングすると肩とかって動いてくるの、こうやって、はいはい、かる、勝手に動いてくるでしょ、はい、でそうすると、はい、バックスイングって右手持って、そうするとこういうバックスイングになる、はい、さっきのクリちゃんのは、はい、バックスイングここだから、うんうんね、左肩が少なくともおへその上ぐらいまで動きたいんだけど、もう独立してるから、もう力みまくって手伸ばさなきゃいけないと思ってるから、伸ばせば伸ばすほど腕だけ単独で動くわけ。もう少しゆとりあって肩が下がってくると、腕を動かした時に自然と体もちゃんと動いてくるのね。そうするとボールに対して距離が取れるようになるから、もう少しこうスペースが広く使えて振りやすくなる。だからこう実は人間の手っていうのは面白くて、頑張れば頑張るほど独立する、緩めれば緩めるほどつながって動くの。ラクリちゃんが一番当たんないゲームは頑張りすぎて頑張ってあげるから、全然体自体は確かに軸は動いてないんだけど、動かなすぎて視点がもう左にしか作れなくてチョロになっちゃってるっていうのが今の現状なわけ。分かる？ちょっと構えてもらっていい？じゃあね、足もうちょっと狭くした方がいいかな。ちょっと最初大げさにやります。いい？大げさにね、はい、お肘少しリラックスしてね、はい、で曲げてくるガス、こうやって、はい、こんなに曲がっていいのって感じね。結構いい、こっち行っちゃってる感じ。そう、曲がってるでしょ、はい、でこれと力抜けてるの分かる？分かります。はい、はい、じゃあこれがこうなった瞬間にどう、めっちゃ力んでるでしょ。だから本人は力みたくなくても、はい、手だけが独立して動くから嫌顔でも力んじゃうわけ、はい、でもこう繋がってきたら体幹の方はしっかりこう体がきついけど、腕はものすごくリラックスできる状態がする。そうそうそう、こうやってバックスイングするとボールに対してちょっと距離が取れるから、はい、見えてる目線もちょっと違うよね。あ、全然違います。そう、でこういう感じでちょっと一回打ってみよう。はい、もうちょっと近づいてもいいかな。はい、そう、肘リラックスして、はい、バックスイングして曲げたまま、こう曲げたままこうやって自分では曲がってていいからね、はい、曲がって伸ばさなくていいからね、はいはい、だからプロたちが伸びているように見えるのは、クラブの勢いで伸ばされているだけ。自分で伸ばしているわけじゃない。はい、いいよ。そうそう。肘をリラックスした瞬間に、上げた瞬間に体がすごく入るようになるから。はい、それで打ってみて。そう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 。OK、OK。もう一回。だからもう、自分の中では、もちろん結果的にはこう伸ばされていくんだけど、自分でやらなくていいから、はいはい、そう緩めて、そう上げる、そうそうそう、まだこれ頑張ってるじゃん。そう、だからこれで距離を取ってくるわけ、はい、だから自ら頑張って伸ばそうとかしすぎちゃうとダメ、ところがある、はいはい、だから確かにこう伸ばした方が、伸ばしても別にさ、力めない人がたくさんいるよ、はい、まあ、鈴木なんかは緩みすぎるからしっかり伸ばしましょうって、はい、あのキャメロンチャンプ計画では言ってたけど、はい、クリちゃんの場合は頑張ると全然動かなくなるから、そう、そうそうそう、もっともっとリラックス、もっとリラックス、こんなんでいいの、もう超曲がってるでしょ、はい、曲がってます、こんなんでいい、すごい曲がってますね。そう、はい、じゃあ本当に曲げてボール打ってみて、もうちょっと体を起こして、ちょっと遠い、はい、 OK、 そう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 、 OKOK、 飛んでますね、もう本当にこう自分では今曲げてんだよね、こんな可愛い感じだよね、はい、うん、でも全然ちゃんと伸びてる、全然なってない、なってない、なってない、もう一回いくよ、はい、はい、右手離して、はい、肘少しリラックスして上げると、はい、体こうついてくるから、こうやって、はい、ね、OK、だからここが伸ばしてこう独立しないようにね、はい、しっかりこう背中から、はい、背中が手が出てるつもりで、はい、背中から出てる、はい、そう、
はい、バックスイングして、そう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 、 OK。 そしたら円の中心を右で振って振れるから、そう、そう、でもまだちょっと天ぷら気味だよね、はい、だからまだ円の中心がちょっと左、はい、だからまずは中心を右に持っていくためには、はい、ある程度胸はこう右にこう動いて振れないといけないんだけども、はい、クリちゃんの上げ方だと胸が全く動いてないからダメなわけ、だ今みたいにこう体がしっかり入った状態で中心が右側で振れてくれば、はい、もっとめちゃくちゃうまく当たるから、はいはい、もう一回、はい、もう一回上げて、こうリラックスして、ね、肩しっかり落として、で手を動かしたら自動的にこっちもちゃんと動くから、上げてみて、動くでしょ、こうやって、ね、これが自分で意識しなくても勝手に肩が回ってる状態、はい、ね、はい、もう一回、だからとにかく目いっぱい力が入るところで握らないこと、肘には少しゆとりがないとダメ、はい、それで肩を少しこう落として、で、はい、でバックスイングして打つ、そう、 OK、 あとはもうここめがけて、あとここで円を描くだけ、こうやって、そう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 、 OKOK、 いい感じいい感じ、それだけで硬い動きが少しこう体がこう動く感じにちょっとなってきてるから、うん、だから自分でこう自分でも分かると思う、こうやって手をピンと張ってて、ね、張ってで右手こうやって引っ張ったら、まあ、こうなるよね、こうなるよね、曲げた瞬間にどう、こう繋がってくるでしょ、分かる、そう、だから肘っていうのは絶対伸ばさないこと、上げた時も自分の中ではこう曲がっ、まあまあ、パッと見曲がってるか分かんないかもしれないけどね、これ伸ばす、これ曲がってる、伸ばすと肩って上がってくるから全然体がつながらなくなっちゃう、だからリラックスしたまんま上げてくる、だからもうね、簡単に言うとロボットみたいになっちゃってから、あ、よく言われます、うん、構えてみてリラックスしてバックスイングして、これもう肩ついてくるでしょ、はい、ね、これ勝手にこうついてくるじゃん、はい、でそしたらもう胸が右側だからここでスイングすればちゃんと当たる、そう、ほらめっちゃいいじゃん、やばいでしょ、これを見てもらいたかったそういうことね、今日素晴らしいね、一番最初これ飛ばしたかったんですよ、甘いね、そんな甘くないね本当ですね、うん、だからまあとりあえずクリちゃんのスイングは、まあ、潰れてんの、はい、手がね、はい、ここでこうやってこう潰れてる、はい、苦しそう、すごい潰れてるの、はい、これがこう入った瞬間にこう余裕があるでしょ、はい、これは腕張って腕だけ頑張ってたら動かないから、ここは、はい、ゆとりがあるからこそ初めてこう体が一緒に動いてくる、はい、うん、そうすると右側で体開かないで打てるんだ、そう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 、そう、もう一回、ね、こうクラブをこうやって動かしてあげるだけで、はい、肩全然スムーズに動くじゃん、はい、ね、腕ピンと張ってみて、そう、はい、全然動かないでしょ、はいはい、クリちゃんこんな感じでしょ、これ腕張るとここって動いてくるんだよ、人間の体って、なんでかというと肩が上がっちゃうから、はい、リラックスして、はい、このまま行くと、まあ、全然動くじゃん、はい、動くの別に無理してないでしょ、はい、ここから振ってくればドライバーもうまく出る、はい、だから左肩の移動距離が少なすぎるの、この移動距離は少なくともおへその上ぐらいまでやっぱり移動してくんないと、かといって別にこう横に回るわけじゃないよ、分かってると思うけど、まあ、当然こうやっていく縦に動いてくるんだけども、そう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 、こうやって入ってこないとダメなんだけど、これを自分でやろうとすると本当にずれるから、ね、自然と腕を動かしてきたら体がついていくようにしないといけないんだけど、ついていくためには考えると実は離れちゃう、あの球を打てたら文句ないんじゃない、まあ、そういう感じなので、とりあえずはまずアマチュアの多くの方も、例えば体が硬くて肩が回らないとかよく聞くわけ、関係ないですよって、ご存知の通り日本一硬いから、そうじゃんでも、はい、張ってたら確かにこうなるよね、うん、手だけが単体で動いてくる、でも力の入らない場所に握ってたらつながって動くから、これでクラブによって結果的に伸ばされてるだけだから、うん、自分でこうやってやってたら打てない長いクラブは、ということなんです、だからまず今回のドライバーのまず一番大事なのは腕を動かした時に体がオートマチックにこうつながって動かせるためには、はい、まずその肘のゆとりを持たなければいけない、イコールそれはリラックスにつながる、
腕張ってバックスイングした時と、で緩めてバックスイングした時、肩の入り方が全然変わる、プラス体がよく入るなと、かつ腕はすごいフリーな状態になるよね、わかるね、はい、そうこの状態が作れて初めて胸が開かずにインパクト作れるから、うん、ということなんです。はい、だから単純にこう左肩の視点が左側にありすぎるから何やっても当たんねえよっていう話、もっと簡単に言うと肩が回らなすぎだよっていう、そういうことなんです。そうこのゆとりがすごく大事、これはすごく大事、そうすると少しボールを左からっていうか右から見てる感じするよね。そうすると中心がこっち側に作れるでしょ、ここにあったら右で振るのは無理じゃない。そうですね、だから当たんないの。そうそれは自分で移動してるわけじゃないから、リラックスして腕につられて体が動いてるだけだから、自らこうやって動かしてるわけじゃないから、はい、という感じですね、うん、でもね多い、腕を伸ばさなきゃいけないと思ってる人がめちゃくちゃ多い、うん、腕は伸ばされていくもんだから、こう勘違いしないようにしてください、はい、まあ、とりあえず1回目としてはこんな感じです、はい、はい、ということで終わりたいと思います。